ラクダ不動産の山本です。ラクダ不動産の村田です。今日はですね、我々のラクダ不動産の愛知県エリア担当エージェントをしていただいている神谷さんにお越しいただいてですね、東京の不動産エージェントと名古屋の不動産エージェントってすごい違いがあったりしますので、それぞれの地域による違いというのをですね、お伝えしていき、我々がこの各地域にエージェントを配置しているわけですけれども、まあどんなことを達成していきたいという目的のもとにですね、活動しているのかということも触れていければなというふうに思っております。神谷さん、よろしくお願いいたします。名古屋のエージェントの神谷です。よろしくお願いします。ということでですね、先ほどお伝えの通り、東京の不動産エージェントと名古屋の不動産エージェントの違いというところがあるわけですけれども、まず村田さんの方から、東京の不動産エージェントって周りの方々との付き合いとか、そういったものってどんな状況になっているのかを教えてもらっていいですか？東京はやっぱり不動産会社多いですからね。まあ人それぞれ当然タイプはあるんですけど、あまり他社さん同士の付き合い、ここはそんなに多くはないかなと思ってます。ある大手さんの会社ですと、こう支店同士の付き合い、そこもありそうなんですけど、いろいろ見てたりすると、そこまで支店同士の付き合いもあんまないかなっていう、なんかそんなケースが多いですよね。正直東京なんかですと、同じ会社の支店同士でもライバルになっているようなってケースも珍しくないというところがあったりするぐらい、横の連携っていうのがあまりないというところですよね。私たちもね、長いこと東京エリアを中心に不動産のエージェントとして活動してきましたけれども、なかなかね、私たちの思いに共感いただける他の不動産会社の方はいるものの、まだまだね、横の連携ってのは取れていないわけですけれども、今回ですね、まさしくその名古屋の状況がどうかっていうのをですね、聞いていきたいなと思ってるんですけれども、亀さん、まず名古屋は全体的にいわゆるエージェントの横のつながりっていうのはどんな感じになってますか？横のつながり、エージェント同士ですね、各会社とか、まあ、会社同士の中でも仲いいですし、あと他の会社の方とか取引した方の仲介業者ですねとはもう非常に仲良くお付き合いしてて、食事行ったり一緒に遊びに行ったり、あと情報交換したりですね、相場の確認をしたりということで、まあ連絡が取りやすい、仲良くやっているっていう感じはありますね。ここがもうすでにちょっと東京と違うなというところですよね。村田さん、実際に村田さんもね、もう何百件と不動産取引されてきてると思うんですけれども、はい、取引した相手方の不動産エージェントの方と食事に行ったりする機会って、まあ、ゼロではないと思うんですけど、多かったですか？いや、あんまりなかったですよね。一方で我々のやり方って、まあ、片手取引でいろんな不動産会社さんとお話しすると、大手さんとか中小の会社さんとか地元の会社さんとかいろんな不動産会社さんとお話しする中で、それぞれエージェントは悩みを持ってる、だけど社内でね、あんまこうお話聞けなかったりとか、その場合にちょっと村さん、これどうなんですかねって聞いてくれたりとか、食事とかっていうのまではないですけどね、なんかそういったコミュニケーションはあったことはありましたけどね。我々の中でも本当に忘れられない取引とかですね、相手方にすごい助けられるケースってのは、当然この仕事をやってるとゼロではないわけですけれども、そういった方々とはずっとつながり続けるってことは私自身も当然あったりはするんですけど、なかなか全ての方々とこう横の連携が取れるかというと、そこは難しいなというところで、ある意味なんかここも東京らしさというかですね、東京の雰囲気がそのままこう不動産業界にもつながってる部分があるのかなというふうに感じているんですけれども、名古屋の方では今日神谷さんをお呼びした一番の理由にもなっていくんですけれども、いろんな不動産会ですよね、大学不動産会というのがあってですね、そこに神谷さんが加盟されていて、そこの活動を経てまたさらに横のつながりが強化しているということで、まずはその東海地区大学不動産会のですね、簡単な概要の方を神谷さんの方からご説明いただいてよろしいですか？東海地区大学不動産会っていうのがあってですね、まあ今も皆さん各大学募集してるんですけど、名古屋市学の6大学だったと思うんですけど、そこがまあ幹事校で年2回ですね、催しがあって、そこにまあ200人300人とか500人とか集まって、新年会とか勉強会とかを行うっていうことでですね、皆さん集まっていろんな方が集まって、こう情報交換会、勉強会をするっていう会があります。あと、まあ、各大学でそれぞれの1年間活動してですね、勉強をしたり、懇親会をしたりですね、そういうふうにお互い仲良く、まあ、自分たちの仕事、社業も個人の仕事になるようなつながりを作っているっていうのは、そういう会ではやはり一つあります。その大学不動産会、まあ、6大学、私学6大学ってお話いただきましたけれども、基本的にはこのもうそれぞれの大学の出身者で、なおかつ不動産業に従事している方でないと入れない組織になっているという理解で合ってますかね？そうですね、中には司法書士の先生とか建築屋さんも入っている大学もあると思うんですが、もう本当はその業界に携わっている方が集まって勉強したりですね、情報交換、特に情報交換なんかは知らないエリア土地をですね、あとマンションを取引する際
際にはですね、やっぱりこう分からないことも多いんで、こういうのを教えてもらったり、相談したりっていうことができるんで、どうしてもその業界の、まあ、不動産業は中心ですけど、その後、携わる方も集まってるっていうところですかね。まあ、いわゆる不動産業と関連する業界が関わり合うことで、お互いの知識を補完しながらネットワークを作っていくという、まあ、そんな形になってるんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、今実際そこに加盟されている方々の年齢層って、だいたい上の方はどれぐらいで、下の方はどれぐらいっていうのはあったりしますか？ちょっと年齢一人一人聞いてないんでわからないんですが、まあ、80代ぐらいから20代就職してまだ1年目2年目っていう子もいたりしてですね、本当幅広い方が多いですね。そのだけ幅広い、要は80代の方から20代の方までというと、もう本当ね、同じ不動産業界でも世代がちょっと違うということがあったりすると思うんですけれども、やっぱりその中でこう先輩がいい意味でのこの経験であったり知見みたいなものをこう引き継いでいって、そこの中でまたそういったネットワークができているという、そんなイメージになるんですかね。先輩方なんかやはり取引のですね、やっぱり商売のやり方もそうなんですけど、まあ、どのエリアが過去こういう事件があった、事故があった、あと愛知県地区でいうとですね、阿炭鉱っていう地中に石炭を取る行動みたいのがあるケースがあって、過去はここら辺はこういうことがあったよとか、この辺り取引気をつけたらってことも教えてもらえたりですね、若い子なんかは例えば転職、この会社行きたいと思うんですけどどう思いますみたいな、そういう相談もあったりですね、まあ、いろんな業界にまつわる相談があってですね、本当先輩後輩また若い子から教えてもらうこともあってですね、非常に情報交換の会になってるかなと思いますね。すごいネットワーク深いなというところなんですけれども、話を東京に戻して、村田さん、今の神谷さんがおっしゃったようなものを東京で、正直私なんかも自分でキャリアを積んでいくためには自分で取引をなるべく多くこなし、それを自分の糧にするしかないというふうに教わってきた口なんですけれども、村さんなんかそういうのを東京でやってるとかっていう話聞かれたことありますか？各大学ごとにそういった不動産会ありますよって、これは聞いたことありますと。ただいろんな大学が集まってやるって話は聞いたことないですし、そこの不動産会社のおそらくつながりっていう、不動産会社同士のつながりっていうのが希薄、まあ、薄いからかもしれないですけど、異業種交流会っていうのはありますよね。多分ね、そういう形じゃないと集まらないのかもしれないです、もしかすると。だから異業種って言っても、その不動産建築周りじゃない本当の異業種の方の集まりで、それでようやくなんか集まるとか、あんまり同じようなケース、私はね参加したことなんかあんま聞いたことないですよね。私自身もね、不動産会社の、いろんな不動産会社の方々が集まっている機会があるということ自体聞いたことはあるんですけれども、うん、大きなね団体としてやってるっていうケースはほとんど聞いたことがないなっていうところですし、そういう意味では非常に名古屋独特な部分っていうのがあるのかなというふうに思ったりはするんですけれども、実際に今の神谷さんのお話を伺っていくとですね、名古屋のエリアで不動産エージェントやっていこうと思ったら、一定そのネットワークがないとかなり不利な立ち位置で不動産業を始めていかなきゃいけないっていう状態になるんじゃないかなと思ったんですけれども、その辺実際のところはどんな感じですかね。一匹狼っていうんですかね、ご自身でやられてる方も非常に多いんですけど、やはり安全に取引する上ではですね、各エリアの業者さんとか担当者に聞くっていうのが安全ですし、また情報も行き来するものですから、できればこう横のつながりをですねつけていた方が、やっぱり仕事としてはやりやすいですし、あと楽しくやれるっていうのはありますね。やっぱりね、一人でこうやっているよりも、いわゆる会社は違えど仲間がいるっていうところはね、仕事の楽しみという意味ではよりね深みを増していく部分かなというふうには思っているわけですけれども、ちょっと私が気になった点を言うとですね、当然不動産会社でキャリアアップ、ステップアップのために、同じ不動産業界の中で転職をするっていうことというのは業界的にも決して珍しくはないというふうに思うんですけれども、例えば名古屋のエリアでそういう東海地区大学不動産会に加盟している方が、そこの中で転職をするというようなこともゼロじゃないと思うんですけれども、その場合に特別なしきたりといったらちょっと大げさですけれども、なんかそういうルールってあったりするもんなんですか？うちの会社もそうなんですけども、うちの事務方がですね、ある会社を辞められるということで、不動産会社を辞められてからちょっと声をかけたんですけど、まあ、うちの入社する際にですね、やはり前勤めてた会社にうちに転職することになりましたということで、やっぱりこの筋を通すということで、ご挨拶行ってお詫びをするような、そんな感じでですね一応確認することはありますので、ちょっとこう昔ながらというか筋を立てるというかですね、筋を通すというんですかね、あと義理人情というところはやっぱり
持って見えてる業者さんも非常に多いんですね。なかなか、ね、この業界の義理人情みたいなところでいくと、東京はね、あれ前違う会社にいた方が別の会社に移ってるで、そこでまたご挨拶させていただいて知ったみたいなこと珍しくなかったりするんですけど、そこの文化ってやっぱ違ったりするわけですよね。まあ若い子はもう今そういうことはないかもしれないんですけど、ある程度責任者の方ですと、特に中部地区名古屋出身の方はですね、そういうところを大切にされる方は多いですね。あと転職される時にこの人知ってるみたいな聞き合わせっていうんですかね、そういうこともされるケースもあるんで、ある程度評判っていうのもいい意味でも悪い意味でも出回ってしまうっていうのはありますね。今お話に出ているこの東海地区大学不動産会は、大手の不動産会社さんよりもいわゆる中小規模の不動産会社さんの方が多かったりする、そんな感じの組織になってるんですか？まあ半々ぐらいだと思うんですけど、独立されてる方も非常に多いですね。あと昔からのもう本当新鮮なところも多かったり、入られて数年の方も大手の方も見えるんで、もう本当まんべんなくっていう感じだと。ちょっとまた話を東京に戻しまして、なかなかね東京の不動産の業界で大手の営業マンが情報交換をして仲良くしているとかってほとんど聞いたことないですよね、村さん。そうですね、もしかしたら大手さんですとね、あの支店ごとに結構やっぱ先輩後輩も含めて人数はいますんで、そこだけでの情報が仕入れることができるっていうのもあるのかもしれないですけども、あんまりねそういった交流っていうのはないですよね。でも本当に今のお話、亀さんのお話伺ってると、より良い情報を購入希望者の方々に提供していくであったり、より良い情報を売却の際にいろんな不動産会社の方に提供していくっていう意味では、このネットワークとか信頼ってすごい私は大事だなと思っていて、そこの絆が強くなればなるだけ、あ、この物件を買ってくれるいいお客様いるよとかってですね、要はそれって結論から言うと消費者の皆さんのためになると私は思っていてですね、今日お話を伺っていると、本当に今名古屋のエリアで、まあ、まさしくこれはこう神谷さんのお人柄ももちろんあるとは思うんですけれども、ネットワークを築いて活動していくことの重要性っていうのをですね、あの私も今日のお話を聞いて実感できた部分なんですけれども、ラクダ不動産はですね、愛知県にの他にもですね、いろんな全国各地域で活動を展開させていただいてるんですけれども、もうまさしく今神谷さんがおっしゃっていただいたようなですね、いわゆる地元への愛ですよね。やっぱそこでこの不動産業から地域貢献、要は社会地域を盛り上げていきたい、自分が住んでいる地元を盛り上げていきたいという思いをですね非常に大切にしておりまして、そういった意味ではですね、この思いにもしご共感いただける方がいればですね、ぜひラクダ不動産のエージェントとしてご参画いただきたいなと思っておりますし、はたまた一方我々のですね各地域にいるエージェント、これはあの東京本部も含めてですけれども、しっかりとした倫理観であったり、やっぱお客様ファースト、そういった気持ちを持ちながら活動している人間が多いところではありますので、ぜひぜひですね、各地域で不動産の売買についてお悩みを持たれている方であったり、これから先売買しようかなというふうにお考えの方はですね、あのラクダ不動産の方までお問い合わせをいただければというふうに思っております。ということで、あの最後神谷さんの方からですね、まさしく名古屋のエリアのですねネットワークというのを今日お話しいただきましたけれども、神谷さんが今このネットワークを生かしてですね、この愛知名古屋というところの不動産をどのようにしていきたいというふうにお考えかという最後のお気持ちの部分をお聞かせいただいてよろしいですか？まず私は高く売るとかですね、そういうのは当たり前、売ろうとするつもりっていうのは当たり前なんですけど、やっぱこう安心安全に取引するにはですね、やっぱり情報が少ないと後で知らなかったっていうことは、やっぱりこう不動産仲介業者も取引の件数で決まってくることもあるんで、それが件数が少ない方なんかはこう横のつながりからですね、教えてもらったり、地域はこういう風で気をつけた方がいいよとか、ここに何か条例があるよとかっていう、こう教えてもらえるような横のつながりってやっぱ非常に大切かなと思ってですね、まあそれを助け合うことによって地域も活性化するのと、あと一番やっぱりお客さんに安心安全に取引できるっていうのがですね一番だと思いますので、このあたりはもっと中部圏名古屋の独特なとこだと思いますので、私もですねまたいろんな方とつながってますます幅を広げてですね、ラクダさんのですねお客さんにまた返していければなと思ってますので、そこはまた今後も変わらずにやっていこうかと思って神谷さん、今日はありがとうございました。村田さんもありがとうございました。ということでですね、この動画をご覧いただいて、ぜひですね愛知県のエリアでですね不動産の売買を、お考えの方はですね、ぜひラクダ不動産の方にお問い合わせいただければですね、今日この動画に出ております神谷さんの方でお対応させていただきますので、お気軽にご連絡をいただければと思っています。またこの動画を見てですね面白いと思っていただいた方はぜひ、チャンネル登録と高評価の方をしていただければと思います。ラクダ不動産では引き続きですね毎週定期的に皆様にお役立ちできるような不動産の情報を届けておりますので、ぜひとも、ご視聴いただければというふうに思っております。ということで本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。